ダッグアウト前にお整列ください。なお本日9月17日は杉下茂さんご生誕の日でもあります。はじめに杉下茂さんの功績を追悼映像にいたしました。皆様106ビジョンをご覧ください。フォークボールの神様杉下茂、日本で初めてフォークボールを投げた投手として知られ、ドラゴンズのエースとして君臨した大投手が今年6月12日97年間の人生に別れを告げた。1949年杉下は明治大学を出て中日ドラゴンズに入団。